光療法は効果がありますか。今日はウラシオンちゃん先生のもとに質問が届いているぞ。ヨタ 8X さん、光療法は双極性障害とかに効果がありますでしょうか。効果はあるけど限定的。光療法が一番効果があるのはいわゆる冬季うつ病ってやつだよね。冬の間にうつが強まるというやつです。なので冬の間に日照時間が短くなって光の力も弱くなるので、それによってうつになるっていう、光に対する影響が他の人にも出やすい人ってことだけど、双極性障害の中でも例えばその冬になるとうつに入りやすいっていうね、夏場はそう状態だけど冬になると鬱になりやすいというタイプもあるかもしれないので、そういう人の場合は効果が期待できる可能性っていうのはあるかもしれない。一般的にはどうなのか、そんなに積極的に使うということではないと思う。光療法って何かというと、ものすごいこの明るいですね、照明を朝1時間とか2時間とか場合によっては3時間とか浴びるという、太陽の代わりにね。なんだけど光療法より外散歩しろよ。光療法の光ってものすごく明るいんだけども、太陽の光と比べると何分の1っていうぐらいのしかならない。人工の光っていうのは例えば映画とかテレビとかで使うものすごい明るい照明でも、太陽の光で比べると全然負けるわけだ。光療法の光っていうのは実際見たことがあるって、ものすごく明るいんだけど、それでも太陽の光に負けるんだよね。だから光療法するんだったら外行って日向ぼっこしりゃ同じなんだよ。それはなので外行って光浴びるってことは体内時計をリセットしてサルトネンを活性化するので、双極性障害にはものすごくいいです。なので双極性障害で光療法が効果ありますかって言ったら、光療法どうこういいからとりあえず朝散歩して、朝運動して朝光を浴びて体を調整していくと、心の方もバランスが取れていくとブラジモ先生は思うぞ。ということで、なんとか療法がいいとかいうとかいろいろあるけども、朝散歩がすごくいい。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。